初めての部分矯正、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、まず年齢をお願いします。はい、28歳です。はい、手前歯の部分矯正の実際にかかった治療期間を教えてください。はい、最初に2ヶ月半ワイヤーで行って、うん、結婚式で一旦外して、ワイヤーで2ヶ月ほどやりました。はい。前歯の部分矯正をしようと思ったきっかけを教えてください。はい、結婚式に向けて、矯正をしようと思いました。はい。森デンタルクリニックで前歯の部分矯正をした決め手を3つ教えてください。はい、友人が通っていたということと、分割払いができるということと、抜かなくてもいいというところです。で、前歯の部分矯正治療の前に不安だったことはありますか？痛みが不安でした。実際どうでした？痛み。痛いは痛かったんですけど、動いてるなっていう感覚が嬉しかったです。はい、前歯の部分矯正治療の前と後でどのように歯並びが変わりましたか？出っ歯だったので、口が、開いてし閉めても開いてしまうことがあったんですけど、それがずっと閉めてられるようになったので、はい、下がってきたって感じ。そうですね。前歯の部分矯正治療の前と後でどのように気持ちや生活は変わりましたか？写真を撮るときとかに、歯に関してはもう心配いらないようになりました。口を開けて取れるようになりました、はいはい。前歯の部分矯正をやりたいけど一歩踏み出せない、どうしようか考えている方にメッセージをお願いします。さっきもお伝えした通り、歯の痛みがないわけじゃないですけれども動いてるんだっていう嬉しさと、そうですね、本当にそこの部分が感動だったっていうのがあったので、あとは先生方とスタッフさんの方々がとっても親切で気さくだったので、悩んでいる方にはぜひお勧めしたいなと思います。はい、ありがとうございます。はい、最後に部分矯正はやってよかったですか？よかったです。はい、ありがとうございます。質問以上になります。はい、ありがとうございます。